今回もハッピーホイールやっていきましょう。お相手はいつも通り私と霊夢でお送りするぜ。それでは次のコース行きましょう。さてこのコースは針を避けて進むだけみたいだね。そういえばさ、最近私食費を削ろうと思ってさ、1週間ずっとお茶漬けばっかり食べてたんだよね。でさ、そんな生活を続けてたある日にさ、外出先で友達とマックに行く機会があったんだよね。ポテト食べたいなと思ってポテトの L とチキンクリスプとコーラ頼んだんだけどさ、胃が小さくなっていたのかポテトほとんどお腹に入らなかったんだよね。日頃の食生活を後悔しながらポテトを友人にあげたよ。で、霊夢は何が言いたいんだ？春から一人暮らしを始めた皆さん、最初は自炊とか頑張ると思いますが、自炊は途中で確実にだるくなります。そんな時でも栄養のバランスは気をつけてください。投稿者みたく貧血で倒れちゃいますよ。みんなも食生活には気をつけようなんだぜ。ビタミン剤でもいいから栄養は取ってね。それでは、そろそろゴールかな。ゴール。それでは次のコース行ってみよう。終わったんだぜ。終わったんだぜ。さてこのステージはおじいさんを越えて、その先の矢をかわしてゴールです。そのじいさんをかわせてないんだけどな。そういえば皆さん、ハッピーホイール以外で見たいゆっくり実況って何かありますか？青鬼、棒人間のゲーム、ヤンデレシミュレーターとか考えていたんだけどさ、もし他に見たいのあったらコメントお願いします。あ、やられちゃった。ついでに言うとキャプチャ暴動買うかどうかは現在検討中となっています。多分もう少し編集作業に慣れたら買うと思うよ。っていうかさ、矢をかわすの難しすぎません？何言っているんですか？次できっと決めてやりますよ。おら。おら。全然壁を登ることができていないんだけどな。なんのなんのこれからだよ。ジャンプして一回転してからの。ゴール。今回はここまでだよ。動画のご視聴、ありがとうございます。チャンネル登録は、していただけましたか？もしまだしていないのであれば、ぜひチャンネル登録お願いします。高評価や、コメントもあると嬉しいです。私の上にあるボタンを押すと、違う動画に行くことができます。それでは、他の動画見てまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。